こんにちは、速稼塾のぶです。なんか買ったもん勝ちというかね、買う、勝つ、買った、勝った、買った、勝ったぐらいのね、勢いで、買うってことは勝ちだと思うんですよ。買わなければ、なかなか有利な体制を取ることが難しいんですよね。ちょっと冒頭からいきなりわけのわかんないことを言いましたけども、さらにわけのわかんないことを言ったらね、多くの人がね、気づいてないんですよ。眠ってるようなもんなんですよ。ここまで言わせていただいて、ちょっと本題に入ろうと思うんですね。20時間ライブをはじめとして、他のこともそうなんですけども、私はね、なんで商品を買うかっていうと、買ったことによって買った人同士のステージに割り込めるからなんですよね。販売者と購入者っているじゃないですか。私は購入者でスタートするんですけども、購入者のトップにいて、販売者と購入者の間にいて、とにかく目立ちまくるね。目立ちまくることによって、もういわゆる今の言葉で言うとマウントを取るんですよね。他の購入者さんはただ買って粛々とやっているか、もしくはやってないだけでも、他の人から見てなんか広島の久保って人はむちゃくちゃ出てくるね、何者なんだろうと、なんか関係がある人なのかなぐらい思わせて、もう差をつけるんですよね。つまりそこで差をつけられなかったら、この買った人同士の間で差をつけられなかったら、一般のマーケットに出た時に勝てるわけがないと思ってるんですよ。だからスタートダッシュを切るためには、購入者の中でもうトップランクにいて、ポールポジションにいて、購入者同士の間でもうね、なんかね、もう商売やって、買った人同士の間でもう何か物を売るぐらいの勢いがないといけないかなと思うんですよね。で、20時間ライブの時にもう最初から最後まで目立ちまくるっていうのは、まあそのために参加したのもんですからね。はっきり言って、その何、スマホアプリとかはもうどうでもよかったんですよ。はっきり言ってね、どうでもいいけども、別にどうでもよくなかったのは何かというと、あのノウハウを手にして、あの商品を地元で広島で売ることによって、権威性が買った人同士の中であるかなと思ったんですよ。だからどうでもいいっていうのはちょっとね、本当にどうでもいいっていうことではなくて、実はメインはあのコミュニティの中で一番目立つ人間、一番実績を取る人間でいることがすごく大事だなと思ったんですよ。そうするとね、販売者さんとの関係も濃くなるし、商品を売った人ね、あのコミュニティを売った山口陸さんが一番実績を出してくれた人が、もうね、明るくね、朗々と、こんなに売れました、今度はこんな企画やりたいです、こんなに評判ですとか言って取り組んでる姿勢が前向きだったら、ものすごくね、助かると思うんですよね。で、久保さんみたいに頑張ってますよとも言えると思うんですよ。要するに、売った人の気持ちになったら、買った人が買ってよかった、そしてこんなことができるようになりましたっていう風に、どん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 ね、遠慮なく発信した方がいいじゃないですか。で、私はね、究極嘘をついてもそれをやってもいいかなと思ってたんですけども、嘘をつく前にうまくいったんで、そのまま等身大の姿でお伝えしたと。当時地元でローカルアイドルさんのね、お祭りとかをやっていたところもあって、そこのアイドルさん一本釣りしながら電子書籍の提案出したりとかね、サンプルを作ったりとかいろいろした結果、まあ、そこでもね、いろいろと貢献することができたりで、いつかね、山口陸さんは広島来てアイドルさんの祭り見たいですねみたいなの言ってたけども、結局来ないというね、コンコン詐欺ですよね、あれね、ウサギかみたいな、キツネかみたいなこともありましたけども、とにかく私は一つのコミュニティに入ったら目立つ、これが大事なんですよ。だから一回だけ私サラリーマンやりましたけども、サラリーマンの中でも最初から目立つことだけを考えてたんですよ。だからハワイに行って石を売ってお金を作ってね、でお金をみんなに貸し付けて、でもうマウントを取るわけなんですよ。そしたら新入社員横一列に並んだ時に、久保さんしかいませんみたいになるでしょ。で、私は新入社員代表で挨拶までして新聞にも載るような、そんなスタートを切ってね、そしたら先輩からの応援もいいから、ちょっとね、鼻っ柱の強い生意気なやつがなんか勢いよく来たぞみたいな、最初から有名人ですよね。最初から有名人だから、最初からいろんな店舗、その時に20店舗ぐらいあったんですよ、私の勤めた会社。休みのたびにその20店舗を回って、同期の女の子とデートをね、約束して、みんなとデートをしたということがありますね、まあ、ちょっとなんでデートしたかっていうとね、ちゃんと訳がありまして、新入社員の女の子って先輩社員から大体狙われてるんですよね、交際相手として。だからどんな先輩がどんなアプローチをしてきたかっていう情報収集をするために、女の子とコネクトを取ったんです。したら、まあいろんな情報がね、最初の1年で流れてくるわけですよ。ある同期の女子社員からは、こんな人がこういうふうに迫ってきた、この人は結構かっこいい人で二股をかけているとか、ね、この人奥さんがいるのに私のことを誘ってきた、いやーいいですねこの情報戦。私はね、あらゆる先輩とか上司上役の弱みを全部握って、カードがいきなり増えまくった1年目でした。で、そのカードを利用して、それから6年半勤めたんですけども、あらゆるところでそれを使ってきましたね。だから実力と根回し、政治力、人脈、全部を手に入れて、金はなかったけどね、
どん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 突き進んだって形ですございます。ちなみに金がなかったんですけども、なんかね割り勘の時に私はいつもね、あの先輩お願いしますって言うと払ってくれる人がいました、何人か、というのがその人の弱みをつけ込んだからですね。もう最低ですよ私はね。まあでもそうやってね、あっという間に駆け上った結果何が起きたかというと、多くの人の恨みを買ったわけですよね。恨みを買って私はもういたたまれなくなって、その会社を出なくちゃいけなくなったというところがあります。まあ女性関係も結構ね揉めたんでね、いろんな意味で、まあ、後腐れありで辞めていったということでございます。まあ、それが私のサラリーマン人生で、まあ、めちゃくちゃだったわけですよね。まあ、それでね、そこからは自分の事業を始めたわけなんですけども、まあ、それはまた別の機会に置くとして、ここで何が言いたいかというと、与えられた環境を最大限に使って、そして自分の目的を達成する、まあ、そのサラリーマンの、ね、件は手段を選ばずみたいで、今の私から見るとちょっとね私自身が許せないような形だったんですけども、それから時間が流れてね、どういうふうな倫理とかモラルを持ってやれば喜ばれながら自分が目的を達成して、しかも多くの人に応援されるかっていうね、これはもう本当に真っ正直にみんなが正義だと思っていることをやるべきだと思うんですよ。自分の正義とか不正義とか関係なくですよ、多くの人がこうあるべきといったものをきちんとリサーチして、じゃあそうあるべきを演じていくってことがすごく大事だなと思ったんで、それからね清く正しく美しくていきました。まあ、そうすると結構ねいい関係でできるわけですよ。しかもそれをするのがどんどん気持ちよくなるわけですね。ですので今はね、後ろめたいことを排除していいことばっかり、喜ばれることばっかり、恩返しをするつもりでやってるかなってところですね。いやだからね、なんでしょうね吉田さん、気づいてないってのはどういうことかっていうと、一つのコミュニティに入るってことはそのコミュニティでレースが始まってるってことなんですよ。で新入社員同士のレース、先輩社員込みの社員としてのレース、そして社会に出れば地味毛量いろんなね力のある人とかいろんな業界の人とのレースですよ。そこでいちいち初心者気分で下手っていては勝てないんですよね。だから常に勝負なんですよ。これ100戦100勝するぐらいの勢いでないと、まあ叩きのめされてね、打ちのめされてもう終わりなんですよね。でネオヒルズのね塾に入った時も、私はねもう足しげく通って、とにかく自分が自己紹介させてもらって、とにかく自分は実績を上げて取り上げてもらうことを考えたりとかね、交流をすごくやったりとかね。でしかもね、あの時私お金がなくって泊まりができなかったんですよ。でお店の方も休めなかったんで、まあ六本木ヒルズ行くじゃないですか。それで5時にもう引き上げて7時の新幹線乗って帰るみたいなことを繰り返してるんですよね。で逆に中座するから目立つっていうのもありましたね。あ5時なんですいません帰りますみたいな、あ広島の久保さん帰ったぞみたいな感じになるじゃないですか。しかも来た時っていうのはどうも皆さんこんにちはみたいな感じで始まってね、広島の久保です、いやまたね1000万の人が生まれましたよみたいな感じで、自分の塾生の自慢話から始まるんですよ。自分がいくら稼いだじゃないんですよ。塾生がこんな結果を出しました、こっちの塾生がこんな結果を出しました、広島では今こういうことが起きてますみたいなことをお話して、おなんか速稼塾ようやってるじゃんみたいなところで途中で帰ると2度目立つみたいな ね。今から思えば失礼ながら、あのネオヒルズのね軍団 その集まった、ね、コンサル生さんですかの中でこの人覚えてるなっていうのは菊田さんぐらいだったですね。菊田さんも最初から結構ね目立ったような感じで、なんかむちゃくちゃ慣れてる人だな、慣れないしい人だなぐらいの感じだったんで、すごくいいなと思ったんですけども、やっぱり地元でね大きな実績作ってる、さすがだなと思いました。あとは申し訳ないですけどね、本当あの時にあこの人は目立つのはすごいなと思う人はあんまりないんですよ。今ポンと名前出せって言われても本当一人も浮かばないぐらいで、ね、まあなんとか絞り出すとすれば、なんかねもう名前忘れましたけども、なんか YouTube でなんかねとんずらこいた人ですよね、小野田さんとなんか一緒になんかやってた方、あの方ちょっと覚えてるかなって感じですよね。で小野崎さんが覚えてるのは、いろいろ終わった後でね、なんかのなんかイベントが終わった後にちょっとビールでも飲みに行きましょうよって感じで誘われて、それでまあ3人ぐらいでね、秋田の方と3人ぐらいでビール飲んで、で小野崎さんカメラやってるんですねみたいなところだったんですね。私は速稼塾やってますみたいなんで、ああなんか小野崎さんみたいな人がいるんだったらちょっと頑張れそうだなみたいなね、そんなこと思いましたね。本当に誠実にされてるんだなと。で結構イケメンですしね、若いですしね、喋りもすごくイケてたんで、まあ、そんなことがあったかな。だからね、気づいてる人っていうのは気づいてる人同士で声掛け合ってるなっていうのはその時感じたんですよ。でずるい人はやっぱ消えていく、インチキしてる人は消えていく、そして迷惑かけてるから二度と出てこれない、ね、だからすごくねその瞬間いい思いしても結局はいなくなっちゃうみたいなね、だそういうところもやっぱ気づいていかなくちゃいけないかなと思うんですよ。そう考えたら詐欺られたぐらいでへこんでちゃダメですね。詐欺られてもそれは自分が成長する段階の一つとして当然あること、
単なる損失なんですよ、詐欺られは。で、なんかのビジネスやって失敗してお金を失いました、詐欺られてお金を失いました、同じ同格、詐欺だからあいつが悪いじゃないんですよ。まあ詐欺っていう損害もあるよねと、それはビジネスだから、社会だから、世の中だから、詐欺とかインチキとか嘘とかあるよねっていうのをもう飲み込んだ上で歩いていかなくちゃいけない。これもだから、ね、気づかないといけないですよね。いつまで経っても詐欺られた詐欺られたとか言ってね、お前どうしてくるんだ弁償しろじゃないんですよ。その時に自分が信じて投じたっていうその現実があるわけですから、どう言いくるめられようとも判断したのは自分なんですよね。自分がお願いしてクリックして入金したわけですよ。そこの事実は変わらないです、どんなにうまく言われても。だから我ことにおいて後悔せずじゃないですけども、全ての行動は自分の人生の一直線上のそのどこかにあったってことなんですよね。だからどっかから飛んできたもんじゃないですよ。自分が選択して掴んで、自分が選択して手放して、自分が選択してその線を踏んで地雷にぶつかってみたいなことなんですよね、きっとね、うん、だからね、私は思うんですけども、やられることも経験なんですよね。だから小さい傷を受けていないと大怪我をするということです。で、マトリックスアフィリエイトにはまあそこそこの金額やられましたけども、私ねあの時結構売上上り調子だったんで、まあ他の損失もありましたからね。だからその損失のうちの一部かなっていうところで、まあ、特にね深く印象に残ることはなかったんですけども、面白かったのはその後なんかアフィリエーターパーティーに来てたというね、そいつがメタ流星がでもコンテンツ送られてこないんじゃないかって言うからね、あ、ちょっと見ときますみたいな感じであれが彼を見た最後だったと。今にもメタ流星がひょっこりと顔を出してよう元気かって言いそうでね、なんか楽しみですね。で彼もね今30ぐらいですかね、うん、残念ですね、 YouTube の世界にも出てこれない。何をやってるんでしょうかね、桜島、うん、鹿児島出身だって言ったから吉田さん近くにいるんじゃないですか。逮捕しといてください、逮捕。マトリックスアフィリエイトのおかげでね、未だにこう言われてんだよみたいなねはい、ということで桜島でございましたね、桜島、今回は桜島大噴火ドッカーン。